N-Sonic とは6人組の韓国の男性アイドルグループ。2011年10月6日、デジタルシングル We Are Superboys でデビュー。N-Sonic のグループ名の由来は新しさを意味するネオの N 音波を意味するソニック、からなる合成語である。彼らのデビュー曲 Superboy はピノレイネザムやビッグバンの寸理のソロ活動曲 Strong Baby など、 数々のヒット曲を生み出したペ・ジン・リョルがプロデュースした。2011年10月20日初テレビ出演、マク・ンド・ドット・ダウン2012年1月23日、表参道グラウンドで、ジャパンファーストショーケースが行われた。2012年9月24日、公式ファンカフェにて、メンバー2人の脱退と4人の新メンバーの追加と、 すでに公演が決まっていたテックショーワニへは、新体制での舞台となることが発表された。2012年10月8日テックショーワニを5日後に、控えたこの日、新メンバーシフミンギー・ヨンジュン・シオンのプロフィールと写真が公開された。2013年5月10日、セカンドシングル、第2013年10月8日ヌソニック、オフィシャルツイッターでヨンジュンの脱退と合わせて、 メンバー補強はせずに6人組グループとして10月最終週にカムバックすることが発表された。2013年10月25日セカンドミニアルバムイントゥーザライト同日 KBS ミューズグバンクでカムバック2014年5月29日サードシングル2014年6月9日サードアルバムリセットタイトル6月7日ドリームコンサート2014で カムバック2014年8月2日、中国デビュー記者会見2015年3月18日、ミニアルバム、アナザープログレスタイトル、1、2015年11月9日、コールマイネーム1、コールマイネーム2013年5月10日ライ来ラ2016年3月30日、エクスカリバー1、エクスカリバー2、エクスカリバー2、 3, 4, インストゥルメンタル 5, インストゥルメンタル 6, インストゥルメンタル2014年3月24日、アナザープログレッサードミニアルバム1、リアルラブ2、リアリティ3、ブラックアウト4、ゴーイングゴーイング5、アイミスユー6、ブラックアウト7、リアルラブ8、リアリティ2015年12月14日、ヒアズツーユース、ジェイハートファーストソロアルバム1、2、 コールマイネーム3、サラン4、5、コールマイネーム6、サランシフ、MBC ミュージック、MBC エブリーチ、KBS ミュージック ON、TB 館 ON、ファイティン踊ってみないと。 ネットジャパン M タイム2013年2014年2015年2016年2012年2013年2014年2015年2016年2014年2015年2016年、年、年、2014 2015 2014年2014年2015年2014年ありがとうございます。